ジェマイン・クレメントはニュージーランドマスタートン出身の俳優、コメディアン、声優、ミュージシャンである。コメディアン、俳優、ミュージシャンといった多彩な才能を持つクレメントは1974年ニュージーランドのマスタートンに生まれる。母親はマオリの系統。幼少期をワイララパという地区で過ごし、後に首都のウェリントンへ移住。 高校卒業後に進学したビクトリア大学ウェリントンで演劇と映画学科を専攻。後にコメディアンとしての活動も開始するのだが持ち前のコメディセンスが評価されて1999年にニュージーランドの名誉あるコメディアンに贈られるビリー・ティー・アワードを授与されている。またミュージシャンとしてはブレッド・マッケンジーと共に CD なども発売しており、近年では アメリカの人気トーク番組、レートナイトウィズ、コナン・オブ・ライエンや、レートショーウィズ、デイビッド・レターマンにも出演した。俳優としてのキャリアも着実に重ねており、2007年に制作された、HBO 制作のテレビシリーズ、フライト・オブ・ザ・コンチャードスあたりからは、ハリウッドへも進出。エミショー賞へもノミネートされたのを皮切りに、持ち前のユニークな声と雰囲気を生かし、 大ヒットインディーズ映画のナポレオンダイナマイトを手掛けたジャレット、ヘス監督のミスターゴールデンボール、史上最低の盗作ウォーズにおいては、清穴学生から小説のアイデアを盗む、自己陶酔しきった SF 小説家や、スティーブ・カレル、ポール・ラット主演のフランス映画のリメイク作品、キ人たちの晩餐会 USA では、怪しいアーティストを演じている。また、 近年では2012年に公開されたウィル・スミス、トミー・リー・ジョーンズ支援の人気シリーズ、メイン・ブラック・3において、悪の宇宙人、ポリスを開演した。ありがとうございます。